はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録・高評価お願いします。今回は愛知県の障害福祉サービスの役員、2年目37歳の方の給与明細です。仕事内容は一般企業などへの就労を目指す障害を持つ人に対し、そのために必要な支援を行っています。具体的には就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練、生産活動や職場体験などの機会の提供、 えー、給食活動に関する支援障害の適正に応じた職場の開拓、えー、就職後の職場定着のために必要な相談などを行っていますで必要な資格やスキルは特になしで、えー、障害福祉サービス事業所を利用される方は何かしらの生きづらさを感じています就職する上で長く安定して働くにはどのような対策が必要な,ど、えー、なのか、えー、明確にしていきます そのため利用者の困りごとを把握する必要があります。これを解決するためには、経のスキルが必要になります。で勤務時間が1日7時間で残業は月5時間から10時間、収入が月収30万で年収360万、役員のためボーナスは支給なし、介護系とか、まあ、就労支援をしたい方へのアドバイスとしては、 誰かのためになりたいと感じる方は向いているのではないのかなと思います。中でも就職を目指し自立をサポートするため、えー、社会的にも意義のある仕事だと感じています。しかし生きづらさを捉え方を、えー、幅広く対応するこの仕事は簡単ではありません。強活性が高い方は対象者の状況に影響を受けやすいためある程度の線引きを適切に行える方が向いているのか、えー、向いているのではないでしょうか。 で、給与明細で役員報酬が30万で、建て替え経費で1,530円。総支給が30万1,530円。そこから控除が引かれて、手取りが24万9,484円となっています。えー、今回は、えー、障害者の就労支援をする方の給与明細でした。まあ、えー、役員なんですけど、えー、総支給30万くらいと、えー、年収400万未満ということで、なかなか、 まあえー、まあ役員とは言っても低い給与なのかなって感じですまあなんで役員でこれなんで普通に働く人だと思って低いのでまあこういった面から変えていかないとなかなか終了支援を目指す人も少ないのかなっていうふうに思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします